ヘルマン・フレドリック・ツイナー・グンデルセンは、ノルウェーの軍人。最終階級は、陸軍大将。1972年から1977年まで、ノルウェー国軍参謀長を務めた。また、1977年から1980年まで、ナトウ軍事委員会議長を務めている。ヘンリクセン、ペッター、ハーマン・フレデリック・ザイナー・ガンデルセン。 ストアノルスキー・リフジコン、オスロ、カンス・キャップス・フォー・ラゲート。2009年11月4日、閲覧。ファース・バース・ヘフェン。www.mill.no.2009 年9月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年11月4日閲覧。マグヌス、ジェンズ・クリスチャン、ハーマン・ザイナー・ガンデルセン。インヘル、カヌート。 ノルスクバイオグラフィスクリグジコンオスロカンスキャップスフォーラゲート2009年11月4日閲覧ありがとうございます